図版オオワズスゲカレックススタイパタは、カヤやリりサカすげ属の植物の一つ。やや大柄なスゲで、全体に緑色で柔らかく、円柱状の穂が、まっすぐに立つ。多年生の総本で、全体に緑色でやや柔らかいが茎や葉の縁はややザラつきがある。株を作り、葉や花形は束になって生じる。根茎は短く、匍匐くし等は出さない。 草丈は30から60センチメートルに達する。草質に関しては、大橋他辺には、やや柔らかくと、ある一方で星の他には、硬直とある。これはつまり触ると、柔らかいのだが、早く気にしなる性質が弱く、特に茎はまっすぐに立ち上がって、うなだれたりしないというところのようだ。葉は、幅が3から7ミリメートル、基部の幼少は淡い色をしている。 またその上部の前側は、膜質で透明になっており、横じわがある。洋芯は厚みがあるが柔らかく、円に、ざらつきがある。また古い洋芝は、線以上に細かく裂ける。家系は、断面が三角で鋭い量があり、量の上に、ざらつきがある。家系の先端にある果条は、長さ3から6センチメートルほどで柄のないコボがほぼ、間を開けないでつく、水上果女であり。 その外形は、卵上円中型をしている。なお、ジョの幅は1センチメートル。こぼの基部から出るつとは、針状で目につくことがない。コボはすべて同型。互いに接近してつき、卵円形で、長さ6から10ミリメートル。いずれも有刺性であり、基部側の大部分が目鼻で、先端に、少数だけ尾鼻がある。目鼻の輪辺は、色が淡く、卵形から非新型で、 先端は鋭く尖るか棒状に突き出す。和名は大型のズスゲの意である。学名の種小名は集積したの意である。日本では本州の関東、中部地方以北から北海道にかけて分布し、国外ではサファリンと、それに北、アメリカに知られる。山ヤの湿地に生える。ただし必ずしも本格的な湿地ではなく、 路棒の水辺などにも見ることができるもので、牧野にも生育場所として、溝辺が挙げられている。この種は、いわゆるマスクサー族のもので、こぼはすべてほぼ同型で、柄がなく、水上過樹になる。さらに勝山は本種を大川スゲブシセクト、ベルプイニーに置き、身のぼろすげしいアルバタや、ミコシガヤシインロカーペ等とまとめている。共通する特徴は、 古福枝を出さないでまとまった株を作ること、古母は有志性で多数が互いに接近した方を形成すること、下方は側面に翼があるか鋭い量となり、規部が海面質に肥大すること等がある。他方、星の他では本種の実を大川津ブ節とし、勝山で、ここに含めた他の種は、ミノボロスゲブシセクとオロエディに区別している。区別点としては、 本種の葉が軟質であり、それ以外の種が角質であることを挙げている。上に挙げたような禁煙種との区別点としては、茎や葉が軟質であること、トが発達しないこと、花砲が褐色にならず、脈がほとんどないこと、花砲が大きくて4ミリメートルほどあることなどが挙げられる。やや似たものに、キビの実のボロすげしいパキシーがあるが、この種は、家計の量が鈍く、ざらつかない。 花法には緑色の脈が多数ある。日本では岡山県南部からのみ知られる。またやはり本州に似たもので、アメリカミコシガヤシーアネクティンスなど、キカ種がいくつか知られる。これらはやはりオオカワズソゲブシに含まれ、本州よりはツトが目立つ。他に節が異なるが、ヤガミソゲシイマキイも本州に似ており、区別点としては、家系がより長く伸び、カキには、 倒れることが多いことや幼少に横じわがないことなどがある。より細部で、しかしより重要な点としては、この種では、コボが私流性で、尾花がコボの基部にある点で大きく異なる。が、一見では見分けられないほどに目立たないのが残念である。以下、種として、大橋他編、P304 勝山、P60 星のほか、P100 星のほかでは、 観光褐色から、ノークリーロとある。星のほか、P100 星のほか、P100 勝山、P60 星のほか、P100 巻の P 三 P335 巻の、P284 勝山、P60 星のほか、P100 勝山、P16 から20勝山、P54 勝山、P59 星のほか、P60。ありがとうございます。